崎チャンネル金曜日基礎チェックのお時間がやってまいりました。皆さん月曜日だけじゃなく金曜日の総チェックしっかりね見て、最後もうあと100試合切ったんでね、プロ野球最後まで盛り上がっていきましょう。皆さんもね、あ、興味に来ているあなたね、で野球大好きもしくは里崎大好きようこそというところでね、今日もやっていきましょうということでね、まずパリーグからね、日本ハム楽天戦、9月7日4対2で日本ハム、8日0対8で楽天、9日0対4で楽天、楽天の2勝1敗で勝ち越しというところでね、まあ楽天は最下位日本ハムに負け越さないでというところでね、まあしっかり勝ち切ったかな。その中でね、7日4対2で日本ハムね、楽天早川5回93球5安打5三振3四球4失点と、まあね、5回裏にね、まあ、のフォアボールが痛かったかなっていうところはありますけども、立ち上がりね完璧で、まあ4、5回でね、2失点ずつして4失点というところでね、まあ日本ハムはね、4回裏、西川センター前で盗塁。で、野村のね、2エンド2からショートフライ。まあここ盗塁ね、したっていうところもあるんで、まあでもね、追い込まれたら、まあでも育てれるからね、こういったところが進塁打打った方がいいかなって思うんだけども、もうね、来季に向けてっていうところを考えれば、まあ普通に打たしてもいいかなっていうね。まあこういったところがね、っていうところはね、この、もう残り試合数少なくなってちょっとね上位が無理ってなるとなかなか作戦がね難しいところかなと。でその後ワンアウト2塁から近藤がね、ライトへタイムリーツーベースね、インコースのストレート結構ねいいところ投げましたけどね、早川もねこの対左ね、何か変えていこうっていうところでね、インコースストレートしっかり投げたけどもね、そこをね近藤グッとね素晴らしいバッティングね。でその後高浜サードゴロでね、続いて佐藤がセンター前とねこう詰まりながらフルスイングねしたおかげでヒットになったっていうね。まあ、この佐藤はね、まあ、西武から日本ハム来ましたけど、このフルスイングはね、持ち上げ。それがね、生きて、詰まりながらもセンター前タイムリー。ね。で、5回裏、石井フォアボール。これが痛かったね。早川ね。清水がレフト前。で、浅間バント失敗、バーッ。その後、西川フォアボール。ここのフォアボールも痛かった。で、野村セカンドフライで、お、ピンチ出したかなっていうところで、近藤がセンターへ、2点タイムリー。これでね、勝ち越しっていうところで、まあ、前の打席にね、インコースストレート打ったんでね、今度はね、スライダーっていうところでセンター前。まあ、ここは狙い打ちかなっていうね、ちょっとね、近藤に上を行かれたかなっていうところでね、まあ、4失点、早川ちょっと痛かったかね。しかもまたね、左にね、いい感じで打たれてるっていうところでね、まあ、これも勉強かなっていうね、あとフォアボールが痛い。ね。で、楽天はね、チャンスで1本出ずっていうところで、3回表ね、ワンアウト1、3塁、小深田レフトフライ。で、島内、セカンドゴロ。で、4回表、2アウト2、3塁から、小深田がね、今度はセンター前、2点ね、同点タイムリー。打つけども、7回表、ワンアウト2、3塁から、辰巳ね、さ、ライナーでアウト。でね、小深田フォアボールで島内セカンドゴロ。で、9回表、2アウト2から、辰巳のね、レフトフライ。西川ね、配送して、ジャンピングダイビングキャッチっていうね、エア西川。グッツ。ナイスキャッチ。ね。あれはね、ピンチをね、救ったかなっていうね。で、まあ、日本ハム伊藤ね、若干制球ちょっと高かったかなと思ったけども、非常にね、9勝目。グッピッチ。ね。で、9月8日、0対8でね、楽天っていうところで、まあ楽天はね、先発、滝中がね、6回100球、2安打6三振、1四球無失点とね、素晴らしいピッチング。まあね、日本もね、エース噂にね、投げ勝ったっていうところで、まあ日本はね、全体で4安打。まあ非常にね、これは苦しい。逆にね、楽天は、島内3安打。そして鈴木大地3安打、4打点1ホーマー。で、岡島3安打。でね、8番、9番の住谷2安打、辰巳2安打と、ここをね、連動、非常に良かったかなと。逆にもうね、解説するとこがありません。で、今日ね、9日、0対4で、楽天の勝ち越しっていうところにね、なりましたけども、まあ、ここもね、則本が非常にグッピッチ。ね、今日はプロ野球ニュースね、今行ってきて、全試合ね、しっかり見てきましたけども、非常にね、右足に体重乗せて、左にね、出ていく中、左足にしっかり体重が乗って、ドーンとね、則本のいいところね、体重に乗って、肩の開きを抑えれてね、糸引くようなね、アウトコース、インコース、両コーナーへのストレート。非常に素晴らしいピッチングでね、完封、グッピッチ。ね、非常に良かったかなと、思います。で、この中で、まあ、バーヘーゲンもね、日本ハム良かったんだけども、なんて言っても、3回表ね、太田、デッドボールで出てからの、辰巳のね、セーフティーバンド、ここがね、もう、お見合い的な、パパって行かないとっていうね、ところで、小深田のね、また、バンドが内野安打になって、ここの守備、雑です!もう、何回も言います。雑です!こういうところを積極的に丁寧にやっていってば、でね、その後、島内にセンタータイムリーって打たれて2点。これね、なかったよ!
失点、バーヘーゲンもね、対楽天相性も良くて、いい感じでできてた。でね、5回、辰巳フォアボール、送りバントして、島内アウトになったけども、茂木がタイムリー、ね。で、その後しっかりね、盗塁っていうところで、バーヘーゲンのね、クイックの遅さをついていくっていうね。で、6回表、今度岡島がね、レフト反対方向にね、打った瞬間、楽勝のホームランっていうところで、まあもうね、万事休す。日本はね、3安打っていうところでね、もう完敗です。ね、逆に則本、本当に非常にね、素晴らしいピッチング、守備のミス、日本はね、もうちょっとそこやっていかないと。ね、来季に向けてでもそうですけども、細かいプレーをやっていかないとね、ファンの皆さん見に来てますよ！ね、皆さん。ね。っていうところで、結果、楽天の2勝1敗で、勝ち越しでした。さあ、続いて、西武ソフトバンク。7日、6対5で西武、逆転勝ち。そして8日、0対9、ソフトバンク。で、今日試合なかったんで、1勝1敗の五分っていうところになりましたけども、7日はね、BS テレ東さんね、九州市長の皆さんをテレ Q でね、解説、副音声でね、させていただきましたけども、まあ、ソフトバンク東山ね、前回8月31日対楽天戦、4回6失点、同様に低めへの制球できずっていうところでね、球高くて動き鈍いっていうね、で、変化小さく、ね、3回3分の1、7安打3失点、で、フォアボール2つっていうところでね、粘りきれず、ね、ソフトバンクはね、4回表ね、2アウト1、2から、リチャードがレフトへね、2点タイムリー。ここもね、1打席目、ね、この縦の変化でね、三振してるところをね、で、2打席目、まあ、そこ攻めてくるね、普通にセーブバッテリーも。で、若干浮いてきたところをしっかり仕留めたね、この対応。この1試合の中でできる対応。グッと。ね。で、4回裏、ね、ワンアウト1、2から、ピッチャー交代。もうね、早急に東山、変えますって、渡辺、森をね、セカンドゴロ、打って、リオディゴタッチプレイ、ダブルプレイっていうところで、ここをね、しっかりインコースにね、ツーシーム、ツーワンから投げ切ったところがね、非常にグー。で、守備もね、変則のダブルプレイになりましたけども、しっかりね、一塁間で挟みながら、三塁ランナーもケアして、そこでね、タッチプレイっていうランダムプレイね、非常に素晴らしかったかなと、思います。この一塁のプレイでね。で、続いて、6回目で、甲斐がね、スリーラン、逆転、ぐーっと、高橋コーナーのね、高めに浮いてきたスライダーを、もの見事にね、振り抜いて、ちょっと上がりすぎかなと思いましたけども、レフトスタンドに欲しいところで、この回の不調、その中で、ホーム変えてね、若干今まで膝めっちゃ曲げて、ちょっとクラウチングスタウト気味にね、打ちに行ってたところをね、川島慶三のようにね、ちょっと突っ立ち気味ながら足を上げてね、打ちに行く。ちょっとこうリラックスした感じで、最初ね、構えた時に力を抜くっていうところかな。効果を目指していったホームのね、変化が効果を出して、ホームラン、ぐーっとね、セーブ、高橋7回ね、7安打5三振、2四球1デッドボール5失点と、まあ、今季ね、対ソフトバンク最多失点のね、5失点と、今までね、2失点が最多だったんでね、ここはね、点を取られちゃったかなと。まあ、全体的にはね、非常に良かった。でもね、高めに浮いてきたところをね、まあ、特に変化球ね、仕留め切れられたかなっていうね、ところはありますけど、全体的にね、悪くなかったかなと。でね、もうこのまま、甲斐がホームラン打って、このままね、もうソフトバンク、これ勝ったなというところでしたけども、8回裏ね、ピッチャー甲斐の、今度はね、バンド、甲斐の、森がね、この日から復帰っていうところで、行くところでね、甲斐の、2アウトから、山川ね、ストレートをセンター前。で、ウネンティ、続いてね、ストレートをライト前。でね、こう高め打たれてんだよね。で、川越にまだ高めのストレート、ライトへね、タイムリーツーベース。このね、甲斐野のストレートの高めを打たれるってことは、球速スピード出てても、多分バッターはそんなに速く感じてないんだよね。で、源田、ここでね、最後フォークボールをセンター前打つんだけども、この副音声のね、解説、あと YouTube ね、テレ東スポーツさんの解説でね、言ってましたけど、これ低めと、低め投げないとね、浮いてきたところ怖いっていうところで、このフォークボールの選択はね、良かったと思う。それがね、低めに投げきれず、高めに浮いたところを、源田。ガッツ。勝負強い。非常にね、センター前ね、追い込まれながらコンパクトなバッティングっていうところでね、まあ、こう、ね、あそこ、その後ね、低めに投げて抑えれてるだけにね、正直もったいなかったなっていうね、ところはあります。西武のね、逆転勝ち。このね、下位打線からのね、チャンスを作っての上位源田の回数。グッツ。非常に素晴らしかった。8日はね、0対9でソフトバンクっていうところで、先発ニールがね、もう大乱調。まあ、今年ね、まあ、ニールもね、ちょっと家族と離れてコロナ禍でね、ちょっとこう、いろんな状態で難しいと思うんだよね。で、まあ、この今、順位差、状況、まあ、抹消ってね、報道されてたんで、まあ、ここはもう思い切ってね、もう今年はニールはね、帰国させてあげて、また来年契約するってなった時にね、また来季にね、向けて頑張ってもらいたい。そういう方針がね、いいんじゃないのかなと、正直ね、見てて思いました。初回ね、2点、2回に4点、で、3回に3点、で、この時点で9点、もうこれゲームありっていうところで、もうこれはね、
チェックするところです。ソフトバンク。ね、栗原のホームラン。ナイスバッティング。ね、千賀、グッピッチング。ね、こうちょっとチェックするところもありません。ね、9対0。ね、ソフトバンク、連敗しないでよかったし。ね、ということで、1勝1敗のね、五分という形になりましたね。さあ、続いて、オリックス対ロッテ。で、首位攻防戦。9月、オリックスとロッテが、首位攻防戦。嬉しいね。そんな、いつもソフトバンク、セーブとかね、だったのに、オリックスとロッテが、首位攻防戦。ね、ロッテファンの皆さん、オリックスファンの皆さん、面白いですね。さあ、ということでね、振り返りましょう。9月7日、ね、4対3、オリックス。8日、4対1、ロッテ。そして9日、2対2の引き分け。首位攻防戦は1勝1敗1分けの五分というね、形になりました。さあ、ということでね、ゲーム差なしの首位ね、ロッテ、五輪差かななんかでね、まあ今上に行きますけども、7日、4対3でオリックス逆転勝ちというところでね、まあオリックス宮城ね、対ロッテ戦がなんと防御率 3.91、まあ4試合投げて1勝しかできず、で、QS 率も5割、で、失点はパリーグの中で最多の10点と、ロッテ打線が打ってるのよ、宮城をね。この日も5回113球、8安打6三振、4四球、3失点と、やっぱりこのフォアボールがね、ロッテ戦に限って多くなるっていうところで、やっぱり宮城自身もこのロッテの打線の怖さをね、感じてるような成績になってるんじゃないのかなと。ね。で、まあ、ロッテのね、三馬、6回103球、6安打4三振、3四球、1デッドボール、1失点と、まあ、4四球と、ちょっと制球ね、ばらつきあったけども、この5回裏、ワンアウト満塁で、もやを4、6、3、ダブルプレイ。ここ踏ん張ったのがね、非常に大きい。ここでパーンっていかれてたらね、もっとどんどんどんってなったけど、ここを踏ん張って、ロッテは完全に勝ちパターン。いやー、これこのまま勝ったなっていうところで、オリックス、8回裏、代打大下、レフトへ流れを変える佐々木千早からのホームラン。ね、なんと、ね、アダム・ジョーンズがちょっとコロナね、特例でちょっと副反応出て休んで、っていうところで、大下が広島のファームの試合から、カモンって言って、そっから来て、なんと1回裏に、ね、神戸、ホットモットにね、ついて、そっからの代打の流れで、ブワーッツ、ホームラン。去年もね、だからもう、神戸に強い大下、ね、いうところで流れを変えて、ね、で、ツーアウト3塁から今度ね、福田のショートエラー、エチェバリア、バッチ、ね、まあ、ほっともったらね、難しいんだよね。ちょっと芝が長くて、その、グラウンドが柔らかいっていうところでね、非常にイレギュラーしやすい。メジャーのグラウンドは、芝が、短くて、で、土のところも硬い。だから、打球が遅くなるだけで、なんかこう、球速差とか変化がないんだよね。俺も WBC でやったから分かってんだよね。そういったところでほっともったら難しい。でも、その中でエチェバリアをやらなきゃいけないところでエラーっていうところで、同点タイムリー、危ないね。この終盤のエラーはね、取り返しがつかなくなるって何回も言ってるところで、でね、9回の裏、ワンアウト満塁で大下が回ってきてね、センターオーバーね、サヨナラヒットっていうところでピッチャー田中ね、ワンストライクからね、満塁というところで、多分ツーシームでね、詰まらそうっていうところだったけども、やっぱりデッドボールがね、怖い、押し出しになっちゃうっていうところで、若干制球が甘くなってね、逆球、それを大下がね、ミスショットすることなく、見逃すことなく、ね、あれね、でも大下に注文。あれセカンドまで行ってたらツーベースになったんだよ。だからね、サヨナラになってもセカンドまで行った方が一塁打増えるからね。そういったところはね、まあおまけの情報ですけど、セカンド行った方が良かったよ。ね。ということでここでね、さ、逆転っていうね、非常に大きいサヨナラ勝ち。ね。で、3回裏ね、このロッテ、足立のね、サードゴロ、ね、三塁ランナー、足立のサードゴロで三塁ランナー福田が本塁へね、向かってきてタッチアウトになって、で、これコリジョンちゃうかって言ってね。で、ビデオ判定の結果、コリジョンじゃないってなったんだけども、もうコリジョンルールでもね、よくわかんないんだけど、あれ福田ね、そのまままっすぐ突っ込んでたら、多分コリジョンになってたよ。田村はね、防いでた。あれね、ホームはね、もう完全にアウトで、キャッチャーがちょっと ライン上にいたら、避けてスライディングしたら、コリジョンじゃないって言われるから、中日のね、名古屋ドーム、バンデリンドームの、中村、翔吾がね、突っ込んだように、もう、ちょっとでもかかったら、キャッチャーに向かってね、ヘッドスライディング突っ込んでいった方がいいよ。そしたらね、多分コリジョンになる。と思う。避けたらね、コリジョンになんない。そんな感じがしたね。まあ、ちょっと不透明だね。で、その後、田村ね、ワイルドピッチ、せっかくサイドに、バーッと止めなきゃ、そこはしっかり。その1点も結局大きいよ。まあ、結果ね、4対3、オリックスのね、逆転勝ち。ロッテはね、取れる時に取らないとこうなるっていうね。2回、3回、4回、8回、チャンスでしたよ。ここで1本出たらね、違ったのに。
ね、っていうところでしたね。さあ、続いて、9月8日、1対4でロッテっていうところでね、オリックス山崎、6回102球、3安打6三振、3四球1失点と、腕もしっかり振れて、大胆にね、投球、若干ね、甘いとこ通打されたっていうのはあるけども、腕もしっかり振れて、しっかりで、ね、こう、急速でピョーンっていうのもね、ストレート力強くあったかなと。ね、その中でね、北がね、4回裏、ライトへね、ホームラン、素晴らしかった。素晴らしいバッティング、インコースね。で、ロッテ二木で、フォーク、グッド。非常に落差もあったし、多分ね、バッターから見たら落ちるの遅かったと思う。非常に良かったかなと。で、そういったところでね、まあストレートも腕振れてたし、どんどんね、ちょっと状態上がってきたかなっていうところでね、7回85球、3安打5三振、無四球1失点と、非常に素晴らしいピッチング。ね。で、その中で、あ、これ引き分けかなって見てたら、8回で、ね、ちょっと雨が降ってきて、ワンアウトから角中のレフトフライを、北が、落球、バーッ。で、その後、ね、中村フォアボール、で、マーティン、8000号ホームラン、グーッ。8000号。ちなみに里崎108本、ロッテのユニフォームを着た中で15位みたいです。1位はね、有藤さんみたいですけど、里崎15位。あ、十分ですね。ロッテの歴代の中で15位、いや十分じゃないですかね、っていうプチ情報を入れながら、マーディン8000号、グッバッティングね。これで勝ったっていうのもね、ロッテは非常に良かった。だから7日はね、ロッテのエラーでオリックスがね、それを生かして勝ち。8日は、オリックスのエラーで、それをね、ロッテが生かして勝つ。もう、行ってこいです。の状態。でね、9月9日、2対2の引き分けっていうところでね、ロッテ石川、ね、肘を手術、ね、開けて、久しぶりの登板になりましたけど、6回83球、7安打1三振、1四球、2失点と、ツーシーム良かったね。ツーシームとシンカーのコンビネーション。で、カットボール、ストレートのコンビネーションっていうところで、非常にね、両コーナー使いながら緩急つけて、ストライク先行でも勝負でき、安定しててね、あ、非常にここからの戦力としては、頼もしいピッチングだったと思います。逆にオリックスの田島、もっと素晴らしいピッチングだった。ね。8回116球、3安打、10三振、2桁奪三振、2四球、1失点と、制球安定。ね、でゆっくりとホームの中で軸ずらさないで上しっかり振る。もう2回ぐらい見た中で、あ、今日調子いいなこれと思いましたね。制球力抜群。前回までね、ちょっとバタバタしてうまくいかなきませんでしたけども、今回はね、非常に素晴らしい。これをね、勝たしてやれなかったの。8回頑張ったよ、最後まで勝たしてやれなかったから、これもうビーモレドも怒ってるよね。というところでね、でこの中でロッテね、小久保7回にホームラン。その前までね、1打席目インコースのストレートを着払いみたいな感じで三振になって、いやー、まだちょっと一軍のスピード慣れてないんじゃないかっていうところでね、3打席目ホームラン。まあ、本人もね、嬉しかったでしょうし、まあ、井口さんね、そして編成の取ってきた人、もっと嬉しかったんじゃないですかね。このホームラン大きかったですね。で、その後、荻野が9回、平野からフォークをホームラン。ガーッ !8001 号。ね、負けたと思ったけども、このホームラン大きい。逆にやっぱり、オリックス、バタついてるね。リリーフが。もう、どこパパンっていかないと、こういうのの引き分けはもったいないよね。もう、これだと、田島9回でね、これ、たらればだよ。結果論だからね。これは言ってもしかないんだけども、田島9回行ってもよかったよねって思われちゃうよね。まあ、その後、低めにちゃんと投げてただけにね、非常にもったいない。ね。オリックスはね、5回、2アウト2塁からね、福田が、シンカーをね、あれ、多分狙い打ったように完璧なね、タイミングでセンター前、非常にグッドポイント。で、この時ね、バンドできっちり送ってね、チャンスメイクしてるっていうのもね、あるけども、その前のね、3回、4回はノーアウトでランナー出しながら、ダブルプレイでね、チャンス生かせず、そこもバンドでよかったんちゃうかなってね、ここのバンドでね、タイムリー見たら思っちゃうよね。で、その後6回、杉本がね、24号、ね、ライトの中段にホームラン、24本中12本がロッテ戦。しかも今日その前にもセンター前打ってる。杉本、ロッテはカモですって言いそう。ね。ここら辺もね、もうちょっとずつね、修正していきたいかなと。でも結果ね、荻野の素晴らしいホームランでね、同点になって、まあお互いね、痛み分けかな、エラーし合ってね、勝ち負けになって、でまあホームランの打ち合いで同点っていうところでね、まあ1勝1敗、1分け、首位攻防戦でした。さあ続いてセリーグ。ね、広島対中日。ね、9月7日、8対7で広島のサヨナラ勝ち。9月8日4対1で中日の勝利。で、9月9日12対5で広島。広島の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、9月7日ね、8対7で広島のサヨナラ勝ち。ね。まあ気になる投手チェックっていうところで、中日大笠原ね、6回84球6安打4三振、無四球3失点と、まあ立ち上がりね、ちょっと頭が振りすぎで、ね、リリースポイントがね、体から離れて、ちょっと制球甘くてね、痛打されましたけど、まあ、尻上がりにね、そこは修正できて、まあね、悪いながらも立ち上がりね、そこから
スムーズにね、いいピッチングできたんじゃないのかなと。広島ね、森下、5回3分の2、102球、9安打5三振、4四球、4失点と。まあ前からもそうなんだけど、若干ね、状態が一塁側に倒れるっていうところあるけど、ちょっと今倒れすぎなんちゃうかっていうね、一塁側に。でね、打者からね、この、ボールが、ちょっと出所が見やすくなってて、でちょっと体から手が離れるガチになって体開くんで、ちょっとパワーロスしてるんちゃうかっていうね、もうちょっとね、ボールに伝わる力が出ると思うんだけども、そこがね、ちょっとなんか心配、あとオリンピックで疲れたのかな?もあるかもしれないけど、ちょっと若干ね、状態がこう反り気味っていうところはね、ちょっと気になる。まあもともとそういうタイプだけどね、より一層なってんじゃないのかっていう、ちょっと気になるね。で、その中で、まあね、あ、中日が、もう、勝ったなっていうね、ところで、9回裏、ね、又吉から、ライデル・マルティネスに代わって、ね、林がレフト前ヒット、でね、代打、阿部がライト前ヒット、で、野間がね、ショートゴロ、なって、ワンアウト一三塁、小園三振、ああ、もうこれ終わったかと思ったら、ツーアウト一三塁から、西川がね、ライトへのタイムリーヒット、で、鈴木誠也がセンターへのタイムリーヒットで、7対5になって、ツーアウト一、二塁から、坂倉が、ライトスタンドに打った瞬間、逆転、サヨナラスリーラン。ガーツちょっとやばい広島打線がね、で9月8日ね、1対4で中日の勝利っていうところでね、まあ、広島玉村ね、7回111球8安打3三振3四球3失点と、まあ、俺はいいピッチング俺はしてると思うんだよね。ただ7回表に代打福田にね、レフトへツーラン勝ち越しっていうところで、ここがね、チェンジアップ高め浮いたところをね、まあ、福田がね、見逃さず打ったっていうところは素晴らしいけども、ちょっとここ浮いちゃったのがね、ちょっと後悔するかなっていうね、ところで失投になっちゃったかなと。でね、その中で、まあ、中日はね、渡辺4打数3安打の初のね、猛打賞。ガッツ。ね。木下。ね。4打数3安打、2打点、1オーバー。ガッツ。ね。これがしっかり打って。でね、中日のピッチャー松はね、6回73球、1安打2三振、無四球1失点と。まあ、緩急つけて、特にツーシーム良かった。ツーシームカットっていうところは非常に良くて、カーブチェンジアップで緩急つけて、非常にね、素晴らしいピッチング、グーっていうところでね、まあ、鈴木誠也のね、ホームランの1本だけに抑えたっていうところで、で、ここのがね、12対5っていうところでね、今日もプロ野球ニュースで見てました。鈴木誠也がやばい。本当に。もう、バッティング練習のホームラン競争のように、もうちょっとね、ギータ入って、柳田入ってんちゃうかっていう、右足軸にして、ちょっとそれ打ち気味に、もうね、ホームランに、ブーン。すごい。で、しかも、もうみんな打ってた、今日。ね。一時ね、ミスもあって、小園のね、フライ落としてミスもあって、中日に同点に追いつかれて、おっと思ったけども、そっからもね、連打で止まらずっていうね。あと、今日ね、プロ野球ニュース、プレイオブザデーにも選ばせていただきましたけども、初回の福留、ね、俺より一つ下44歳、まだまだ元気、足も動くし、ジャンピング、飛んでたね。非常に、あれには、ビッグ、福留、ね、素晴らしい。趣味のプレーでしたね。まあでも結果ね、もう打つは打つはで、今日はね、12点、広島カープね、鈴木誠也がね、ホームラン2本、ね、で西川の高めの打った瞬間のライトもね、非常に素晴らしかったかなと。あと堀江がね、一球勝利っていうね、記録っていうかね、そういうこともね、起きました。まあ結果ね、12対5。まあ、これはね、ちょっと解説のしようがないです。途中までね、おっと思いましたけども、広島のね、ナイス勝利でした。結果ね、広島の2勝1敗で勝ち越しでした。さあ、続いて、DeNA 対巨人。ね。9月7日、8対2で DeNA。9月8日、4対1で DeNA。ね。9月9日、5対5で引き分け。DeNA の2勝1分けで勝ち越し。巨人、連敗止まらずっていうね、ところになりましたけども。まあ、9月7日ね、DeNA、宮国。ね。育成で入ってきて、試合感になって、ね。1軍初先発。ね。DeNA では。でね、巨人は菅野っていうところになりましたけども、指定対決。ね。で、その中で宮国ね、5回76球、7安打2三振、2三振、1四球、2失点というところでね。まあ、初回はね、ちょっと丁寧、身長差が出て、ちょっとね、体の開きが早く、ね、ちょっと腕が外回りして甘めに入ってね、2失点しましたけども、尻上がりにね、その体の開きが修正できて、非常にね、制球安定したかなと。ね。あと、まあ、高めに入るとね、ちょっと打たれるっていうところもありましたけど、そのね、要所で低めね、しっかり投球できたっていうところはね、非常に素晴らしかったかなと。でね、まあ、両チームのね、キーポイントになりますけども、巨人の攻撃ね、4回表、ノーアウト1、2塁から、このね、亀井の三振、2ボール、2ストライクから、外すら、非常に、ガーッと素晴らしかったかなと。で、ウィーラーね、1ボール、1ストライクから、低めへのシュート、6、4、3、ダブルプレイ。ここがね、両チームキーポイント。ここをね、宮国が抑えたことによって、
その後のね、しっかりカーンっていうね、DeNA の勝ちに繋がったし、逆に巨人はね、ここで、点をね、取っておくと、いけたかなと、連敗脱出できたかなっていうようなね、キーポイントのイニングだったかなと。DeNA はね、5回裏、一気にね、7点というところで、菅野のね、フォークスプリット、ね、制球できず、牧にはね、デッドボール、フォークボールをね、で、外にはね、一種満塁から初球のフォークボールを落ち切らずね、レフトへ、勝ち越しの2点タイムリーツーベース、ね。でね、そのね、牧と前にはね、ワンアウト1、2塁から、ね、宮崎がインコースのね、ツーシームかなっていうところをね、レフトへ同点ね、タイムリーツーベースっていうところで、このね、宮崎もね、前の打席にね、外のカットボールをレフト前打ってるから、ちょっとインコース狙ったかなっていうね、ところはありますけど、うまい感じで打ってね、で、それを繋げていくと。でね、代打楠本がね、ピッチャー大江に代わって、ライトへね、スリーラン。まあ、初球ね、大江のスライダーが、交代してすぐね、初球、逆球になって、肩口から入って、それをね、見逃さずスリーラン。ぐわーっつ、と。ね。で、まあ、その後も、このね、一番注目したのが、ワンアウトね、二三塁の山本の打席で、スクイズね、三塁ランナーの牧が、ホーム、タイミングアウト臭かったけど、ヘッドスライディングで滑って、若干タッチを避けながら、ヘッドスライディングで滑ったことによって、追いタッチになって、セーフ。やっぱりね、ホームは、ヘッドスライディング、牧、グッと。ヘッドスライディングね、ここで菅野をノックアウトっていう形で非常にね、一気攻勢が出た試合でしたし、このね、4回表のね、この宮國がノーアウト1、2を抑えたことによっての5回裏のね、大逆転あったんで、そういったところではね、非常に宮國ね、宮國におめでとうスパイラルグ、ね、続いて9月8日4対1で DeNA というところで、ここね、巨人山口ね、状態はね、悪くなかった。この日解説してましたけど、初回ね、慎重さがちょっと欠けたかなと。ね。DeNA 初回ね、2アウト1、3塁から宮崎がね、初球、ど真ん中にストレートが入るんだよね、シュート回転して、それをね、センター前タイムリー。で、2アウト1、2塁やって、牧がね、2ストライクからフォークボール、落ち切らず。ね。まあ、うまくね、牧もコンパクトに打ったけど、センター前タイムリーと、この初回ね、悪くなかった立ち上がり、結構いい球投げてた。ただ、慎重さが欠けた。ね。で、巨人の守備ね。こっからはね、4回裏、6-4-3ダブルプレーね、取れるところを取れずね、吉川がファーストへね、もうアンツーカーかかるぐらいのところにワンバウンド送球ね、で、これファースト取れず悪送球でね、ダブルプレー崩れて石って、で、5回裏はね、4-6-3ダブルプレーね、取れてるところを吉川がね、ちょっとジャックルして、セカンドベース、坂本に投げて、慌てて投げたけども、打者走者の方がね、早くついて、ね、ダブルプレー取れず、ダブルプレー崩れてね、石って、非常に痛かった。ね。で、打線においてもちょっと岡本はね、いい感じだけど、そこが連動しないっていうところ。で、DeNA はね、リリーフ、エスコバー、ね、山崎、で、三島とね、非常にグッとリリーフだったかなと。で、打てない。ミスが出る。ちょっと流れ悪いね、巨人は。ね。さあ、そして9日の試合ね、ってなったところで、ね、いきなり戸郷、ね、戸郷坂本の両先発で、初回、ね、桑原、内野安打。ね、これバット折れてね、坂本、バットちょっと当たったけども、これはなかなか難しいね。で、柴田が送りバント。で、佐野がセカンドゴロで三塁行って、オースティン。初球のスライダー。簡単に行きすぎ。もうそのホームラン。もうちょっと低め投げるとか、気にするとか、なんとなく言ったように見える。あれはちょっとダメ。バット。ね。その後宮崎。これね、でもこれはね、インコースいい球だったよ。それを宮崎がくるっと腰の大転で打ってね、いきなり3失点は巨人きつかった。おっと、これは流れ悪いぞってなったところで、ね、まあその後ね、しっかりね、戸郷も抑えて、でね、4回表ね、岡本の、ショートゴロ柴田悪送球、バーッとエラーが出たらきついよね。で、中田アウト。で、ウィーラーがね、レフト前。でね、佐野の悪送球で2、3塁。ミスが重なって、広岡がセカンドゴロで1点。で、岸田タイムリー、岸田くん。ね。で、これで2点取って1点差。おっと、これは、いい感じで、っていうね。で、そっから、まあ、坂本とこがね、まあ、いいピッチングしながらも、あとはね、リリーフのね、鍵谷、中川っていうところがね、なんとか踏ん張って、まあね、DeNA も、シャッキルフォード、砂田、エスコバーね、まあ、ランナー出しながらもね、フォアボールで踏ん張っていくところで、8回裏、ね、デラロサ、出てきて、2アウトから、牧センター前、で、大和センター前、で、戸柱にタイムリーツーベース。これでジエンド。と、誰しもが思った。ところで、9回、三島が出てきて。なんと、まあ、亀井がね、代打でツーベース。
で、松原三振、坂本アウト、ツーアウト、これは終わったらと。3連敗、カード。あるぞってなったところで、ここから吉川がね、センター前タイムリーヒット。で、岡本のところにね、暴投あって、で、タイムリー。で、中田ショート内安打。ここからついてきて、丸。ここまで、9打数、連続、三振。どうなんやって言ったところで、フォークを見逃して、インコースより甘みに入ったところ、ライトへタイムリーの同点丸。頑張った。ビッグ。ね。非常に苦しかったと思うけども、ここでね、最後一番欲しいところで同点。このね、3連敗しなかったカードね、非常に大きかった。この丸のね、ヒットによって、明日からのね、ジャイアンツがね、息を吹き返すことになるかもしんない、重要な引き分けだった。逆に DeNA はね、巨人3立てできるところをね、スターナイト?ベイスターズ、見に行きましたよ。解説だったんでね、なんか飛んでましたドローンがね、非常にいいイベントでしたけども、これで3連勝できたところでね、まあ結果引き分け、ね、なりましたけども、非常にね、ジャイアンツとしては大きい引き分けだったんじゃないですかね。でも DeNA 打線、怖いっすね。3割バッター多いしね、6ケツに4人 DeNA 打線、非常に素晴らしい、打線になりましたね。まあ結果ね、2勝1分けで DeNA の勝ち越しでした。さあ続いて最後に、阪神対ヤクルト。ね、9月7日12対0でヤクルト。9月8日5対3で阪神。で、9日13対3でヤクルト。ヤクルトの2勝1敗で勝ち越しになりましたね。9月7日12対0でヤクルトっていうところで、ヤクルトはね、打線の組み替え成功というね、対青柳ね、山田が通算31打数5安打、今季は12打数1安打と、あまりね、相性が良くないというところで、宮本に、交代と。ね。で、塩見のところを坂口って言ったところで、1番宮本がね、5打数3安打、猛打賞とこの打線の組み替えが成功。で、2番に入った坂口が5打数2安打と青柳を崩すっていうところでね、まあ青柳は5回97球8安打3三振4四球5失点と、まあツーシームシンカーがね、ちょっと甘めに入って仕留められたかなと。まあね、ヒットをね、8本打たれたんだけども、まあね、ツーシームシンカー系が4本、で、ストレート系4本と、まあすべてね、それがヒットになってるんだけども、もうちょっとスライダーとかね、使ってもよかったかなっていうところはあるけども、まあ青柳はね、このチャンネルでは何回も言ってるけども、ツーシームシンカー系が生命線で、それをね、やっぱ投げていかなきゃいけない。渡辺俊介と一緒、打たれようが何しようが、それが生命線。投げていくよと。で、その中でスライダー使うよ。それが、ちょっとね、逆球にね、入ることがね、ちょっと多かった。今日はね、制球がちょっとね、逆になったところをね、通過されたかなっていうね、ところはあります。でも逆にね、この打線の組み替えが成功した高津監督にグッ。ね。ヤクルト奥川、ね。7回83球、2安打8三振、無四球無失点と、特にカットボールスライダーがコースに決まってグッ。しかもね、フォークスプリット低めにね、決まって、まあストレートもね、腕振れね、もう文句なし、完璧なピッチングです。ね。奥川にビッグ。ね。で、9月8日、5対3で阪神っていうところでね、阪神、まあ大打策が成功。ね。5回、ロハスがね、代打で出てきて同点ツーラン。ね。で、まあ先発ね、伊藤5回7安打ね、2三振、4球3失点と。まあここね、よく踏ん張ったかなと。まあ山田にね、このインコースの難しいところをね、ホームラン、打たれるけども、あれはもう仕方ないね。もう本当にね、この5回をしっかりね、投げてよく踏ん張ったかなと。でね、阪神はね、6回、ピッチャーね、小川から大下に変わったところを大山がね、スライダー勝ち越しツーラン。大山、ぐーっと、口調から上がってきたかなとね。まあ小川はね、5回3分の2、99球、5安打2三振、2四球4失点と、ちょっとピリッとしないね。あとね、やっぱ制球甘いね。全体的に。だからもうちょっと、仕上がってないのかな。ちょっとコロナ陽性でね、抜けてからはっていうね、感じしましたね。逆に、ね、阪神小川一平ね、プロ入り初勝利。ぐーっと。ね。で、及川、岩崎、ね、スアレスね、非常にリリーフも踏ん張りましたし、いい勝ち方だったかなと。でもね、逆にね、ちょっと、伊藤、油断あったよとね。ヤクルト2回表ね、ワンアウト2、3塁でね、2塁ランナーがオスタ、そして1塁ランナーサンタナっていうところでね、ダブルスチール。ガーッと。ね。まあ、外国人選手2人でダブルスチールするとは、まあ正直思わないよね。だからそのね、こう隙をついた、ね、サンタナがなんか、サンタナオスナが甲子園が大好きらしいんだよね。なんか情報によるとね、まあ、そこでね、一球ダブルスチール。でね、西浦サードゴロで、点入らないかなと思ったところで、大川がね、ライト前のね、ヒットで1打点。ね、大川バッティング良かっただけね、ピッチングで生かしきればっていうね。でもね、ロハス、大山のね、ホームランでね、阪神がね、勝ちっていうね、ところになりましたね。で、9月9日、ね、今日の試合、13対3でヤクルトっていうね、初回、ミスとエラーで、ね、今日プロ野球ニュース、僕はズームアップゲームで、阪神ヤクルト戦でしたけども、ね、大山が
ね、まあ、初回ね、先頭のね悩んだあれは仕方ない、塩見のねもう飛んだことところが悪かったね。で青木甘め入ってね、ライトね、で高橋遥人今季初先発ね、ちょっとね立ち上がりツーシームがね決まらないっていうところと、ストライクボールはっきりしたかなっていうところありますけど、山田のねサードゴロね、大山がちょっと好投して満塁ね、でその後村上がね、あ引っ張りにかからずにね、コンパクトにね初球をねレフト前タイムリーでね、オスのアウトになって、中村がねコンパクトにまた甘めに入ったところをねレフト前、サンズがポロンチョで止まってたのに帰ってくるね、で最後は近本が、まあ、ね、難しいとこだけど前飛びたかったよね。あれで5失点は高橋遥人がね、多くのタイガースファンも含めてよっしゃこれで優勝へ向けて高橋遥人で行こうって言ったところでね、まあちょっと初回5失点でね、ちょっといいところがね分かんなかったね、ここは非常に残念。でも次回登板にはね期待したいかなっていうところはありますね。でね、逆にヤクルトのね高橋奎二ね、あの非常にまあ1回のね裏にね同じように満塁のピンチを作るけども、サンズをチェンジアップで三振、そして大山をアウトコースのチェンジアップでショートゴロ、ここをね防いだのがね熱視線でお伝えしましたけども大きかったね。ここでポンって出てたらまたねちょっとバタバタして分かんなかったなっていうところもありますけども、まあ、今回もね今までなかなかねいいピッチングしてても援護してもらえないっていうところありましたけども、まあ、今回はね初回から本当にね援護してもらって、ストレートの力強さ、カーブの緩急、チェンジアップを低めっていうところで全ての球種もね良かったね、甘めに投げてカウント取ってね腕振ってね、今はもうねあのプロ野球ニュースでも言いましたけども、右の奥川、左の高橋奎二、日本柱っていうところをね、もうこれはもうふさわしいんじゃないのかなっていうね、非常に、素晴らしいピッチングだったかなと。あとはもうね、打って打ってのもうお祭り騒ぎでね、結果13点、途中ね、3点ね、取って、阪神がね、3点差になった時は、あ、ひょっとしたらいけるかもっていうね、原口がデッドボール出て、小野寺がね、プロ初打点、あ、小野寺、グッド、これからも頑張って、ビッググー、ね、激励のビッググー上げときますね。ナイスバッティングでね、タイムリー打って、その後近本がね、カーブをね、坂口ね、懸命のダイビングでもね、取れず、ちょっとブロック下がってたかな、ダイビングで取れずでね、3点となって、お、これいけるんちゃうかって思った時に、まあね、この6回の表にね、藤浪5回めっちゃ良かったのよ。非常に、うわ、これ流れ変わるんちゃうかってね、見ながらみんなで言ってたところね、6回になっていきなり大乱調。もう別人かっていうぐらい、ボールボールボールで、フォアボールフォアボールフォアボール。で、暴投もあって、で、オーソナにタイムリーとね、3点差で一気にっていうところでね、ここの藤浪のこの6回のね、ピッチングでもう終わったかなっていうね。で、その後はね、まあ、7回に5点ね、ヤクルトがもうデッドボールとかね、ポンポンポンと取ってね、一気に13対3でね、試合が決まったかなと。まあだからね、もうここに来てね、阪神もね、ちょっとエラー多いっていうところありますけど、もうここまで来たら、もう、どうのこうのじゃないのよ。もうそんなんしてる時間もないし、ここまでやってきたことをいきなり変えることもできないから、もうあとはね積極的、もうねまあ気持ちじゃどうにもなんないんだけど、でもね慎重にやりすぎるとミスするから、もうアグレッシブに行って、もうできなかったらできないでまた練習するっていう感じでね、まあ、アグレッシブにもう行くしかない、待ったら逆にミスるっていうねところは、まあ、佐々木チャンネルね、佐々木の解説でお送りしたいと思います。ただということでね、ヤクルトは、2勝1敗の勝ち越しっていうところになりましたね。さあということでね、明日からまたねカードが変わって、広島対阪神、大瀬良西というところで、もう今は広島ね、阪神ファンの皆さん申し送りですよ、広島もう大花火で打線大解放確変中です。西の客勝足踏みしてますけども、止めれるのかっていうねところになりますけども、どういう試合になるのか非常に楽しみですね。で巨人中日は王のね、巨人は高橋左対決っていうところで、丸のねヒットで流れが変わるのか、初回3イニングぐらいがね注目かなと。でパリーグはねロッテ楽天ね2ゲーム差っていうところで、マー君と佐々木朗希、憧れのマー君との対決ね、楽天は3立てすれば首位が変わります。逆にロッテをが3立てすれば楽天もう下がります。首位前線からもうグッバイという形になるんで、この週末3連戦ロッテ対楽天もね見逃せないね。でソフトバンク日本ハムね、マルチネスっていうところで、ソフトバンクはね最下位の日本ハムに負け出すともう上がれなくなるよっていうね、ここ勝ち星落とせないでね。オリックス西武はね、オリックス山本で負けたらオリックスも落ちるよっていうところでね、非常に素晴らしい試合になっております。松本がねストライク先行、フォアボール出さなかったら面白いねところになります。さあ今週もね、まだまだね首位決戦、セリーグパリーグまだまだ分かりません。熱い戦いいきましょう。連勝歓迎、
連敗したら落ちます。さあ皆さん残り試合楽しんでいきましょう。金曜日もね、皆さん最後までご視聴ありがとうございましたね。ちょっとね、仕事も忙しかったりしてちょっと端折ったりねしたところもねありましたけども、しっかりね今回も総チェックお伝えしましたね。金曜日も皆さん見てください。週末のプロ野球も要チェック。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わりあの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還です。